93キロ黒天使沼澤千秋、前回の勝ちをフロットさせないためにも今日の勝利をつかむ沼澤千秋、5キロ伊藤隆二、伊藤の無視している戦いはその先にいる佐々木隆とのシングルマッチか。伊藤隆二、さあ試合のゴングが打ち鳴らされました。今日という今日は我々もただでは済まないかもしれませんね。そうですね。さあ試合はさあ押し込むような形でしょうか。この港未来デスマッチと銘打たれました。この観覧車スタイルの蛍光灯が用意されています。反対側にはこれ塔のような形ですね。塔とタワーなんですかね。なるほど、横浜エリアということ、港未来エリアということでしょう。2面蛍光灯で対角にこれだけ、まあ、片面大きいアイテムがありますからね、はい、110というのは移動ということなんですかね。なるほど、110というのはね、はい、入場時からお互いが非常に静かでした。張り合いです。はい、これでもどうなるか分かんないですよね。そうですよね。しかも危ない危ない危ない。さあどちらがこのオブジェの、そして蛍光灯、さあお客さん気をつけてください。さあ判断が気をつけてください。セコンド陣が身を挺してフォローします。しかしこの人を前に状況ではないですね。しかも椅子が折りたたみではないので、はい、凶器としても非常に使いづらいと。そうですね、その辺まで考えてやらないとダメですね。なるほど、されるというような状況でもあるわけですね。はい、必要というのでありましょうか。あーギリギリと押し当てます。どうでしょうか、この額のあたりに血が一筋二筋垂れてるのが見えましたよ。あ、そうですか、はい、あー流血してますね。はい、ここ流血、大変危険です、お気をつけください。さあ場外戦が、あーっと伊藤が体入れ替えた。さあ場外の乱戦から、あっ、伊藤が死んでいないのか。大変危険です、お気をつけください。ということで、まあ、鉄柵を用意されてない、まあ、ボルワール大変もそうなんですけども、はい、だったら非常に多いわけで、そうなるとやはりその戦いのエリアというのは自然に広がってしまう、はい、そしてまた今日戦で見せた、はい、あの攻撃出しますかね。タイムですか、はい、これはあの赤レンガならでは、広く開けてください、選手の周り広く開けてください、お気をつけください。さあさあ乗りいいですね、今日のお客さん。さあ伊藤隆二のドラゴンダイブいった机とともに沼澤が満腹立つか。おお、さあ、ボールを落とする意識の中で、リスクの中に戦いとか落ちそうというのか、沼澤ジャッキー。おお、さあ、序盤、さあ、再び両者がリングインであります。おお、さあ、蛍光灯使いますね。おお、見守っていったら伊藤隆二、アウト2、端から順に取っていったら伊藤隆二、3本4本とまとめて、さあそこに沼澤を、ボディースラム、跳ね返るこの破片、アウト2。まあ、やはり前回敗れてるだけにここはね、お勝負、まあ、一度は、ね、実現しなかった、はい、ベルトをかけての戦いを実現させたいという思いはあるでしょうから。なるほど、伊藤 そのチャンピオンボードというのは佐々木ダッシュ、それからまあ伊藤、あ、さあどうのような攻撃に展開していくんでありましょうか。おお、伊藤隆二も、ね、これここまでデスマッチを引き上げてきたわけですが、うわ来ますよ、うわーすげー、なんていうのこれ、すごい本部席を直撃しております。さあ反対側も気をつけてください。さあセコンドが体を張って止めていますが、おお、さあ伊藤隆二の一攻撃を、これは沼澤に大きな声援、さあ出ますか、沼澤の得意のパフォーマンス。雰囲気的にはやっぱりなんか今日会場の空気は沼澤選手を後押ししてますね。なるほど、さあ次6本目だ。おお、すごいすごいすごい、なんかどっかの国の成人の儀式みたいなですね、はい、これをやらないと大人になれない、なれないですね。
ここに先ほどのお返しというところでありましょうか。ボディースラムを、ああ道のくドライバーでいった。カウントは2。これどういうことが起きるかまるで想像できません。男の美学さあ沼澤、お下がりください。おい気をつけ。さあ反対側か、あ半端しい、抜け出せませんよ。反乱者のこのマジックから抜け出せない。アウト2。しかしこれとかだろう、これはかかと落としを狙っていた。アウト2。サルトですね、ドラゴンスプラッシュ。この状態のリングで自爆が痛いですよ。さあ沼澤が蘇生した。ズバリチェストを見舞っていった。さあ抱え込む狂気ラムです。これはもちろん使い方あるんですね、蛍光灯というのは、ね、さあ道のくドライバーカウントスリー返せないような気もしますが、さあどうだ、さあ来たクリーンヒット、コートタワー全開。どうだ、ああ返した。さすが今度のこの傾向とか出たような、危ない危ない。さあこれでバンジキュースか、伊藤のハイキックで崩れ落ちよう。コンツさあバックを取る、邪魔、これも返す、するような傾向と相手も今少ないわけですよね。そうなんですよ。さあただあこれどうでしょう、ドラゴンスプラッシュ入りました。さあ一気にショッシュ、これ決まったな。さあズバリ決まるか。さあおたけびのともにドラゴンスプラッシュ、ひときわ高さありましたね今日のは。一番カッツちょっとこれは、さあ会場からは重点を、はい、なんとか味方上げていった。沼澤が狂った、沼澤が狂った。しかしその伊藤がいやーだ、立ち上がる立ち上がる。さあ行け、伊藤選手の表情焦りが見えますか、はい、あーカブリカブリ決まる。あー伊藤は2度は同じ手で食わない、はい、どうなる分からなく。さあ沼澤に机を持たせた、これ切り返した、はい、うわあ沼澤が何を狙うのか、終わりと宣言。さあどうする、新型の狂気ラブが主バインですよね。ああしかしカウツーガチドライバーというような感じですね。さあドラゴンキック体力の限界か。さあ沼澤返す、これはちょっと本当先、そうですね、ドラゴンスプラッシュで行くのか、渾身の力でドラゴンスプラッシュ、蛍光灯外した、外して丸めた。さあほら伊藤も執念、沼澤も執念。さあこれで決まりか、ああ返した、これは返した、読めないもん、蛍光灯もほとんど残ってるものはないですし、助かりましたね。さあはい、返す急所から丸所から、ないです